今年6月から公費解体が進められてきた輪島朝市周辺、対象は249棟で、権利人全員の同意なしで解体できる制度滅失登記をもとに、昨日までに241棟が解体されました。市によりますと、残りの建物のうち1棟で不明だった相続権利人が判明し、解体を了承したため、朝市周辺の公費解体が年度内に完了する見通しが立ったということです。市では復興まちづくり計画で朝市の再生をシンボルプロジェクトに掲げる予定ですが、一方で長谷知事も今日、輪島朝市への認識を改めて示しました。県としてもですね、なりわい再建、観光の資源として極めて重要なエリアであると、そして大きな関心も持っています。また県内全体では解体の対象となるおよそ3万棟のうち8500棟余りの解体が完了していて、長谷知事は作業員を増員し、さらに加速させていきたいとしています。